さんこんにちは。今日は恵方巻きを巻いていきたいと思うのですが、恵方巻きはもう巻き寿司、美味しいものを一つにまとめて、巻き寿司はもうガバッと美味しく食べれるんだけど、今日はインガンダルマの皮を海苔代わりにして巻き寿司を巻いていきたいと思います。じゃあここでいつもの海苔とは違うくて、この皮を海苔代わりに使っていきたいと思います。いつもでしたらこう添えていくのですが、皮を上にして、これまだ硬いです、冷凍から戻ってない状態、半凍り状態ですね。ここで包丁を入れていって、皮をうまいこと取り除いていきたいと思うんですけど、こういう特殊な魚っていうのはめったに入らないものですから、まだ冷凍の状態で剥いでいきます。自分なんか調理師も、いまだこれ、未知との遭遇なんです。未知との遭遇ですけど、美味しく、全部皮まで食べられるように、調理を試みていきたいと思います。もう見てもわかるように、本当に油ですよ、これ。沿岸ダルマでも種類があって、この種類は本当にクロマグロ級の、もう大トロじゃなくて、クロマグロに匹敵するぐらいの油。もうほとんど、これ凍ってるんだけど、こうやってラードのように切れるんです。切れて、クリーム、生クリームみたいな感じ。これ本当に危ないですよ、これ。この魚は本当に危ない魚。だから、出荷禁止の魚です。本当に危ない。じゃ、皮を、身は取り外して、とりあえず皮を湯引きします。沸いた湯を、あまりかけすぎたらダメですよ。これをかけて、こう、調整しないといけない。こういう深海のものってのは、普通の魚とちょっと違うんです。こう、しなってくるのがわかりますか？しなってきたところで、指で刺しますね。指で刺さないと、失敗します。普通の魚とはやっぱり違う。皮自体がもう違うんですよ。もうしなっとこう、皮を、お湯をかけて弱らせる。はい、氷水につけます。はい、冷水につけたインガンダルマの皮の鱗の部分を取っていきます。やっぱり皮自体がちょっと厚いですね。皮自体が厚いから、深海魚っていう感じがあります。これを冷水につけながら大雑把外していきます。はい。インガンダルマの皮をお湯をかけて鱗を全部取りました。鱗を全部もう取ってガサガサは残ってません。ガサは残ってないんだけど、もうこの手はなんかもう車のオイルはなんかコーティングしてるような状態です。やっぱりこの皮もかなりの油ですね。で、これを今度、巻き寿司で巻いていきたいと思います。やっぱりこう、鱗を剥がしてみたら、もう、白いですね。鱗の入り具合が、もうこの油に突き刺さってるような感じ。とても難しい鱗の取り方でした。はい、寿司を巻いていきたいと思います。これはもう、インガンダルマですね。インガンダルマを、海苔の代わりに巻いていきたいと思います。はい、じゃあ、きゅうりも、このインガンダルマと同じぐらいの大きさに揃えて、お客さん用ではもうありませんよ。卵も同じぐらいに、卵はちょっと大きめにこれで巻いていきます。じゃあシャリを引いていきます。上から下にシャリを下ろしていきます。この辺の部分は海苔白ですから開けておいてください。真ん中の部分は具材が入りますから、真ん中の部分と上の部分は開けておきます。自分の好きなサーモン、マグロ、キュウリ、卵、エビとか、こういういろいろ自分の好きなものを乗せていきたいと思います。ちょっと多いみたいだから、ちょっと卵を外しましょうね。これで巻き酢を利用して、一回と、のり白を開けて、キュッ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 。これは巻き酢を使い方。キュッ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 。覚えてください。これはもう、インガンダルマの皮です。こんなに白いとは思わなかったですね。もうちょっとこれかなと思ったけど、これがインガンダルマの皮です。ちょっとやりすぎ恵方巻きです。表向きはこんな感じですね。これを包丁を入れた瞬間、フグを切ってるような感じですね。フグを切ってるような感じ。こういう感じになります。これは、良い子の調理師さんは真似はしないでください。
出荷禁止食材のインガンダルミーの、インガンダルミーもやっぱり皮は白いです。じゃあインガンダルマーの試食をお願いしたいと思います。歯ごたえがいいですね。歯ごたえバッチリです。なんか不思議な濃厚な味です。美味しいです。バッチリです。